朝ドラ「虎に翼」第7週5月13日5月17日あらすじ花岡が東京を離れる。トラコが弁護士資格を取得。トラコと優さんが結婚。1939年昭和14春雄三中野大河は猪爪家を出て直言岡部隆の経営する工場で住み込みで働くことになります。トラコ伊藤すなり和運の法律事務所で修習生として1年半の間働くことが決まりました。正式に立ち上になることが決まった花岡岩田剛はトラコを呼び出し、トラコと2人だけでお祝いの会をすることになりました。その話を聞いた春石田ゆり子と花江森田望里は盛り上がります。佐賀地裁に配属が決まった。お互い頑張ろう。その話を聞いた春と花江は花岡がトラコにプロポーズするのではないかと期待しました。しかし花岡は佐賀地裁への赴任が決まり東京を離れることをトラコに告げました。翌年の春、弟、直明、三山亮輝は帝国大学入学を目指すため岡山の進学校の寄宿舎に入るため猪爪家を出ました。その頃、運の事務所に高等試験に落ちた米土井志久志なしが手伝いにやってきました。そのため修習生の虎子や轟、戸塚潤隆、豊根波乱地を一緒に取ることが増えます。1940年昭和15、10月、修習期間を終えた虎子は弁護士資格を取得しました。しかし女性というだけで依頼されません。女性として初めて法廷に立ったのは木佐穂田、小林涼子でした。トラコ、トドロキ、ヨネは傍聴に行きますが、キサホタが妊娠していることを知り驚きます。ある日、上京していた花岡、岩田剛に、3人は偶然会います。花岡は女性を連れていました。トラコ、トドロキ、ヨネは驚きます。家に帰ったトラコは、春、石田ゆり子にお願いします。私のお見合い相手を探していただけないでしょうか。直言、岡部隆と春は驚きます。立派な弁護士になるために、自分の信用を上げるために結婚がしたいんです。しかし虎子は25歳を超え、結婚後も弁護士を続けたい。その状況でお見合い相手を探すのは至難の行でした。一方、ヨネと轟は花岡に問い詰めました。花岡は、トラコへの気持ちはないの？猪爪に好きな気持ちはないわけじゃないけど、結婚相手には家庭に入ってほしいんだ。猪爪に今更弁護士を辞めて嫁に来いって言えないだろう。轟も米も怒ります。しかし花岡の決意が固いことから何も言えなくなりました。ある日、優さんが猪爪家にやってきました。直言から、トラコのお見合い相手を探していると聞いて、プロポーズしにやってきたのです。ある日、優さんが猪爪家にやってきました。直言から、トラコのお見合い相手を探していると聞いて、プロポーズしにやってきたのです。トラコは願ってもないことだと思って、直言と春の許しを得て優さんと婚約しました。それから間もなく、トラコは初めて法廷に立ちました。名実ともに一人前の弁護士としての道をスタートしました。優さんはトラコの結婚相手に名乗りを上げ、ほどなくして二人は婚約。トラコと優さんは結婚式は挙げず、写真だけ撮影して二人の新婚生活が始まりました。トラちゃんのことずっと好きだったんだ。でも、トラちゃんが本当に好きな人と結婚するなら応援したいと思ってた。でも、
お父さんから話を聞いて誰でもいいなら当たってくだけろで。初めて聞いたことばかりで、トラコは困惑します。トラちゃんに見返りは求めないし、これまで通り、書生の言う三々で接してくれて構わないから。そう言って、ゆうさんは寝ていきました。トラに、翼のあらすじ第7集はここまで。トラに、翼のあらすじ第8集に続く。